はい、おはようございます。ラスカルでございます。いや、最近はね、なんかありがたいことにちょこちょこと忙しくさせていただいておりまして、なかなかね、家で撮影ができなかったんですけど、今日はね、久々に自宅でラーメンをね、しかもまた特大の作っていこうと思っております。とは言っても一から作るものではなくて、オンラインショップからね、ちょっと二郎系を購入いたしまして、本日はね、そちらの二郎系作っていこうと思います。それでね、本日用意したラーメンなんですけれども、空の色さんっていうお店がございまして、そちらからオンラインショップ限定で販売しております宮崎千尋っていう二郎系のね、ラーメンがあるんですけれども、本日はね、そちらの二郎系ラーメンを作っていきます。商品のね、詳細だったりとか販売ページについては概要欄の方にね、記載がございますので、ぜひね、今日のラーメンを見て気になった方はね、そちらから購入してみてください。で、ひとまずね、もうお鍋なんかもお湯沸かしておりますので、早速ね、ちゃっちゃとね、作っていきましょう。そしたらもう作っていっちゃいましょうか。鍋ね、温まってるんで、ひとまず、よいしょ、こちらですね、スープでございます。これね、見る限り乳化系ってよりかはちょっと非乳化っぽいよね。こちらをひとまずスープ温めていきますね。よいしょ。麺とかを茹でる前に、次はね、野菜茹でていきましょう。よいしょ。本日作る二郎系にはもやしだけでなく、キャベツなんかもね、すごく合うということなんで、今日はね、両方ね、用意してあります。とりあえずそれを茹でていこう。ちょっと本日はこんなね、便利道具を使用してね、茹でていきます。いいよ、あちぃ。よし、揚げていきましょう。はい。そしたら続いてなんですが、こちら見えるかな、味付き油でございますね。これがね、やっぱ二郎系、野菜の上にかけるとめっちゃうまいんですけど、鍋に火をかけてしまうと火がね、ちょっと入りすぎて油が溶けちゃうので、こちらはね、湯煎で温めていきます。お湯の方もね、加熱終わりましたんで、早速ね、これ麺茹でていきましょう。麺はね、こんな感じ、縮れ太麺。こちらでね、あ、一旦茹でていきますね、これ。いや、これ絶対うまいね。でも久々にこのでっかいラーメンっていうのかな、まあ、二郎系でね、まあ、5人前6人前って言ったら、普通のラーメンで言ったらもうね、10人前以上だと思うんですけど、やっぱね、こうやって久々に大量のラーメン作るのって大変っすねでだ、ちょっとね、このうちに僕はね、デカ盛りのラーメン散々作ったんで学んだんですよ。もう茹でてる時点でスープを入れていかないと間に合わないで、その間にこれね、温めたスープでございますね。ちょっと非乳化っぽいんで、あえてね、普段、あ、ちょ、ちょっとね、まだね、返しを入れてないというか、入れ忘れたんですけど、スープでもね、十分旨味ありますね。ただね、やっぱり二郎系なので、このね、返し入れてパワーね、上げていきますよ。そしたら、麺上げないと。よいしょ。うん、うん、はい、ちに麺入れましてと。はい。たらこちらのお野菜を熱々ドンと、よいしょ、このチャーシュー、よいしょ、ニンニクをドッと、はい、いい匂いすんなこれ。またで、ラストこれ味付き油、ただいま、重い。こんな感じでね、ラーメン完成いたしましたので、向こうの部屋行ってね、これを食べたいと思います。ということで、ただいまね、こっちのお部屋に移ってまいりまして、この完成したね、ラーメン目の前にございますが、豚のね、いい匂いが漂ってんだお部屋に。ちょっとね、まあ準備する時間もあったりして、ちょっと冷めるのが嫌なんでね、早速ね、食べていこうと思います。それではいただきます。まあ、いつも通りね、
このスープからいただきたいんですけど、非乳化の感じいいね。あーうまっ。あー豚の旨味が濃厚っすね。うん、やっぱ非乳化ってうまいな。甘みがすっげーわうん、非乳化だとね、やっぱ作るとき温度が低いんで、なかなかね、ちゃんと旨味を出すっていうのが難しいんですけど、豚の旨味ギュッてなってますねうん、ちょっとこれ伸びんの嫌なんで、早速ね、麺いっちゃっていいですかね。よいしょ。非乳化でね、このトロトロとした粘土っていうのかな、それはね全くもちろんなく、サラサラなので、こういったねピロピロした麺だとしっかりねスープ持ち上げてくれて、一体感がねすごいわ。うまっ。汗が止まらないよ、汗がそしてただちょっとこのさ、極厚のチャーシューですね。チャーシューでございますよ。あ、うまっ。うん、もともとね、空の色さんって、まあ、中華そばみたいなお店もあったりとか、あのベジポタみたいな野菜中心のスープを使った、まあ、ラーメンをね提供していたお店なんかもあったりして、今回のこのラーメンも、まあ、二郎系なんですよ。ちゃんと二郎系なんだけど、どこかねこう優しさがあるというか、このジャンクさ、がっつりとした感じが結構少なくて、どっちかっていうとね、なんかね豚をしっかりと使った地方のラーメンというか、ご当地ラーメンというか、このラーメンはねちょっと食べたことないかも。すげえうまい。個人的にはだけど、全然ね、あの忖度なしで、これの専門店あったら行くね、絶対行く。うん、空の色オーナーの宮崎さん、ぜひこの二郎系ラーメンの専門店お待ちしておりますちょっとね、熱い。頭タオル巻いていいですかこのラーメンにね、本気で向かい合います本気で向かい合うにはこの子必要なんで、行かせてください。あー、このシーンね結構ご無沙汰ではございますが、それでは皆さん乾杯と。チャーシューと言ったら絶対うまいと思いません？そういえば今日のねこのラーメンめちゃめちゃ好みなんで、食べながらねまたねニヤニヤしてると思うんですよねそうするとね、コメント欄で食べる都度ニヤニヤして気持ち悪いとか演技だろうとか、たまにね結構書かれることがあるんですけど、実はですね、恥ずかしながらオフでもこれでして、普通にね撮影をしてない外食とか行った時に、あの視聴者様とね会うと、まあ結構言われるのが、いつでもそんな感じなんですねって、めっちゃ恥ずかしいんだけど、普段からねこれらしいでございます。うん、まそろそろこのねニンニクちゃんをちょっとあえていっちゃって、
はい、うまい。いやー、マジ専門店出ないかな。でもこれ今日最初、まあ、撮影があるからね、固めには茹でたんですけど、ちょっとね、時間が経ってきて、緩くなってもうまいっすね。うん。やわめになってくると、ちょっと豚中華そば、もう濃いめの豚中華そばみたいな感じで、ちょっと二郎系と違う一面が見れて、嬉しくなってる。ちょっとね、これ飲み干しちゃったんで、もう一本持ってきますね。足んない一本じゃ。暑いぞー、暑い。とりあえず2本目開けましてと。でもやっぱり想像以上に増えるというか、いっぱいね、食べてるつもりなんですけど、半分まだあるぐらいなのかな。そしたらこのチャーシューがラストですね。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、宮崎千尋を大量にね作って完食いたしましたが、めちゃめちゃ美味しかったですね。やっぱりね、まあオンラインとか通販で買える二郎系ラーメンって、入荷してるもの、もうこってりしてるものがね、結構多いと思うんですけれども、非入荷タイプの二郎系で、もちろんね、この旨味とかこってりした部分あるんですけど、どこかね、優しくてさっぱりとした美味しい二郎系でございました。改めてですね、こちらの宮崎千尋オンラインショップの方がね、概要欄の方に記載がございます。まあ、このね、ラーメンの他にも、空の色さんで提供しているラーメンなんかもね、随時販売しておりますので、気になった方はね、概要欄の方から購入ページ確認してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。